ソネ春吾は、幕末期の母子、大日本帝国海軍大尉。後は、安雲、中国名は、ヒウソグモ、幼名はコタロウ。近代日本史における、アジア主義の中の最重要人物とされ、皇和会の創立者としてよく知られている。米沢藩の儒者、ソネ慶一郎の子。ソネ家は明治元年まで代々、上杉家の家臣を務め、母親戦争後に、父、 ロアンを失った後、春吾は150国を賜っている。反抗工場間で官学を学び、雲井達夫の勘歌を受けた。母親戦争で父を失った後、米沢で渡辺高喜に英学を学び、さらに江戸に出て、慶応義塾に入り、福沢諭吉、吉田健介に洋楽を学んだ。1871年1月9日に雲井処刑の責任者。 広沢曽根臣が暗殺された事件で、曽根は、雲いのために報復を図ったとの嫌疑により逮捕された。しかし、勝海舟、曽江島曽根臣、西郷隆盛らの支援によって釈放され、海軍に入る。1872年6月、海軍将尉に任ぜられ、日清修好条記の批准書交換等の無を帯びた、特命全権大使、外務卿、曽江島曽根臣に従い、 犯人随員として、新国へ渡る。帰国後、海軍省の本省勤務となり、12月に注意に、承認、1879年7月退位承認。海軍では死なでの諜報活動に従事し、長茂から、北京緩和を教授される。帰国後、金子や兵や広辺忠だらと、中国語教育を開始し、1880年に、日本最初のアジア主義団体とされる。 講和会を創立。死死、老人の先達として名を馳せ、数々の幽告を歌う右翼団体に関与したという。また、日本に亡命してきた孫文の同志、陳称四郎との関わりから孫文と宮崎東天との出会いを取り持ったことでも知られる。海軍在職中、明治六、七、九、十二、十三、十七年の六回にわたり正式に、 新国に派遣された折に、孫文をはじめとする多くの革命文子と公然に、交友し、たるい党基地とも結びつきを持ったとされる。1886年に、方向思考兵器を記し、安南やアジアに対する政府の無関心な態度を、批判し、伊藤博文と対立し1888年に、筆火事件により面間、公金の身となったが後に無罪となる。 1891年に病を理由に海軍を退職。非判罰は愚か、米沢藩の出だったため、軍人としての出世コースからは、外れた存在だった。海軍を去った後、春後は落胆の晩年を送ったという。海軍からゲイアした後は、日本の中国通りとして活躍。西郷つぐみちや井上覚五郎らの協力も得て、新国の蘇州に渡り、 蝶のホラいあり交渉から交遇されそのまま、深国に滞在。品服を着て暮らしたという。また、石川51など、後進の活動家の育成に努める。動脈瘤のため1910年5月30日に、病没した。ありがとうございます。